MVP トリオが脅威の打撃成績で対戦チームの脅威となっている。ロサンゼルスドジャースは現地3月10日、アリゾナダイヤモンドバックスとのオープン戦で12 1と対象。大谷翔平は4回打席に立って3打数1安打1打点、1死球という内容だった。6回の第4打席ではライト戦への痛烈な適時2塁打を放ち、オープン戦の通算打率は533。 オプス1.565となっている。動画、ライト戦を通列に破る。大谷翔平のタイムリーに類だダイヤモンドバックス戦は初回から打者12人の猛攻を見せ7点を奪ったドジャース。MLB 随一と言われる強力打線が威力を発揮した。とりわけ、1番ムーキー・ベッツ、2番大谷翔平、3番フレディ・フリーマンの MVP トリオ、 の存在は、対戦投手にとっては脅威以外の何者でもない。それを裏付ける数字をコメデータ会社、コディフィー・ベースボール、が、公式 X、旧ツイッター、で公開。ムーキー・ベッツ、大谷翔平、フレディ・フリーマンは今春ここまで、打率420、出塁率 494, 超打率 739, オプス1.233。 と、オープン戦ここまでの3人の平均スタッツを示している。ベッツ、大谷、フリーマンの3人合計成績は、69打数29安打、5HR、24打点、11四球、19得点となっており、ベッツは打率464、オプス1.188、フリーマンは打率308、オプス1.086をマークしている。 この驚異的なスタッツにファンも歓喜。BOF、ベッツ、大谷、フリーマン、史上最も、猛烈なコンビネーションだ、これは現実なのか強烈すぎるだろ、歴史を作りそうだ、しかもみんな20盗塁以上できるという、などと日米ファンからコメントが寄せられている。ドジャースは3月20日に、韓国でサンディエゴパドレスとの開幕シリーズ2連戦を迎える。 MVP トリオの打棒爆発となるか。構成黒丸ザダイジェスト編集部。